チケット今イベント用のチケットを配布しているところなんですけど、橋の収録に第一弾です、ね、第一弾が今、うん、人数が確定しました。ほぼ、ああ、ほんですか、90人、200、もともと120人、もともと120人来るかなって思ったけど、90人って多くないですか。いや、まあそこそこだよね。まあ夏祭りじゃなくて、はあ、あれが出店がないしっていうので、夏祭りじゃないんだったらって人は結構いると思って、まあそれでも90だから多いですよ。まあまあ、うん、結構もうほとんど若い人たち、若い世代っていうか、あ、うん、だったね、メンバーを見ると、はいはい、90人、200人だし90人まだいますよ。あの保育園、保育園ですよね、橋郎保育園、あそこは結構いると思う、はあ、100はいるかもな。じゃあまあざっと残るのが50席ぐらいで考えれば、もしかしたら50席余ります。もしかしたらですよね、うん、余ったら、余ったらどうですか。いや、もう期待してます。それは誰に連絡すればいいか分かんないですよね、うん、そこをね、今回ちょっと話をしようかなと思って、お、うん、これね、やっぱり公平にいかないといけない部分もあって、はい、公平にいかないといけないのと、あと来たい人、骨熱望してる人、はあ、うん、が声かけてきて来てくれる、はあはあ、うん、言ってきてくれてね、やっぱりそこかなと思ってて、はあ、まあまあ一番の優先はもう直で言ってくる人ね、はあ、来たいです。我々でも分かりますかね、誰か、うん、そこが問題で、はあ、で今考えてるのがウェブサイトの田代やぼ、あそこで問い合わせ一番下にねあるんだけど、はあはあ、問い合わせページがある、はあ、問い合わせボタンが、はあ、そこに問い合わせで来たいです、何枚、名前、連絡先書いてメールを送信してくれたら来ますから。なるほど、そこで交渉しましょうと。交渉というか余ってたらもういい。それは分からない。でも、もう締め切る場合はどうするんですか。チャンネルで言うか、あー、ホームページでも出すか。でも問い合わせ来るからですよね、来ますよね。俺返さないといけない当日までダメだねどれがいいですかね、まあ、当日来てもらって抽選をして帰ってもらうわけにはいかないからですよとりあえず8月の頭に YouTube でチャンネルで発表するか、うん、そのチャンネルを見てくれた人がさてどうするかだけどね。そうですよね。どうしましょう。もう我々を捕まえて言うのが一番いいんじゃないですかね。それが一番いいんだけどね。でもやっぱり、ま、いや、分かった、うん、まずこんだけありますっていうチャンネルで発表しましょう。枚数、うん、まず枚数ですね。で、田代野望ウェブサイトで問い合わせ一番下の、うん、で入ってアクセスしてトップページがあって一番下、一番下問い合わせのボタンを押して、そこで枚数とあと名前と連絡先、うん、これを書いてもらって送信してくれたら、うんうん、そこで自分が準備します。あ、当日来てもらっても、うん、もう送るじゃなくって、うん、来てもらえればもう入れますって言うんですか。どうしよう。名前とか住所もらってればですよ。なんかすごいめんどくさくなるね。あ、でもどう、俺なんかめんどくさくなるね。あ、もう手っ取り早く、はあ、公民館で販売しようか、販売中か、配布しようか、1日2時間だけ、2時間来て、この時間に来てくださいと、来たい人は。あ、うん、で、チャンネルでそれを言うわけよ。で、売り切れたら、もう売り切れましたっていう報告のチャンネル、うん、やつをあげればいいですね、はい、それもう取りましょう、ここで。公民館で、午前中、10時から、2時間、うん、完売まで、完売じゃない、完売までじゃないか、2時間、2時間、とりあえず2時間配布しますと、はい、その時間帯に来てくれたら、チケットが手に入るかもしれませんと。手に入るかもですか。ああ、そうかそうかそうか、うん、もう売り切れたらですもんね、うん、もし手に入らなかったら、もう先着順ですよね、これは。先着順だね、うん、で、まあ、売り切れました、ああ、まだ来ます、うん、そこですよね、謝るしかないんだよな。ちょっと面倒くさくなるね、うん、あ、察しても言ってきてくださいと。ありますかと。それが一番いいと思うんですよ ね、もうそうしよう、うん、アバウトに、うん、まあ、あれだね、うん、ここで言えることはチケットがもしかしたら余ってるんで、うん、
まあ一番ね確実ならこの2人を捕まえて連絡してもらうっていうのが一番です。でも一つ注意してほしいのは、言ってきた本人はもちろんいいんだけど、あの人もあの人もついでにっていう芋づる式にどんどん持ってきてもらうのは困る。そうですね、うん、だってその人が本当に来たいのかは分からないし、うん、ただ自分で行くのもあるんだからこの人連れて行きたいからっていうのはちょっとあまりよろしくないよね。本当に来てもら、来て、来たい人に来てもらいたい、うん、うん、そうですね、うん、だからそこはね自分たちで線を引いてチケットが余ってたらお渡しします、はい、名前と連絡先名簿作りますから、その時に言っていただけたら、で黒ちゃんか私か、まあうまく捕まえられたら電話でもいいんで、うん、言ってきてくれたらチケット余ってたらお渡し、とりあえず何枚余ってますがまた告知は しますよね。何枚余ってます、うん、田代やぼのウェブサイトで、とりあえずでもう告知をそこで告知しようか、ダメじゃん、うん、チケットが何枚ありますと。で、あと一つ、はい、今チケットを持ってる方でも、はい、来れないっていう人が、前日までに来れないってなってる人もいるから絶対に、はい、で今配布してる人たちには前日までにキャンセルが確定してる方は私に直接連絡くださいってしてるから、はいはいはい、連絡が来た分は開くから席が、そうですね、うん、じゃあ諦めないでください、当日もしかしたら余ってるかもしれない、うん、その当日チャンスはまたあるんですね。チャンスはある、始まるまでは絶対にキャンセル出るからね。なんかこうすごい威張って言ってるけどこのイベント見たいだろうみたいに思うけど、うん、いや本当にすごいことをするって思ってるから、プログラムとかきっともうね、うん、耳に出た時には、うん、マジっすか、マジっすね、爆弾待ってですよ、うんうん、まあ、だから諦めずに、うん、まあ何かしら捕まえて、はい、連絡もらえたらチャンスありますよと言ってください。うん、一つ台でもいいから電話番号教えてもらって、クロちゃんがポッポにね、はい、うん、連絡もらえれば、何かしら連絡もらえたら、はい、ただそこには来たいっていう情熱が伝われば、ね、こっちも嬉しいよね、うん、来てもらいたいですよね逆にね、うん、そういうことでいきましょう、はい、うん、よろしくお願いします。お願いします。